テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖い話を紹介するネバー。よい子のお友達、いっぱいいっぱい寝てるネバか。寝ている時に楽しい夢を見ても、そこに出てくるお友達には気をつけるネバよ。あるところにまゆかちゃんという女の子がいたネバ。まゆかちゃんは寝ているとき、いつも夢を見ていたネバ。夢の中ではゆめちゃんという名前の女の子といつも遊んでいたネバ。ゆめちゃんはどんなときでも一緒に笑ってくれる夢の中だけのお友達だったネバよ。夏休みになってまゆかちゃんがママと公園で遊んでいるときだったネバ。まゆかちゃん、遊ぼ。恋をする方を見ると、知らない女の子が立っていたネバ。まゆか、このお姉ちゃん知り合いなの？うん、いつも夢の中で遊んでくれるの。ゆめちゃん、一緒に遊ぼう。ママは意味がわからなかったネバ。でも仲良く遊ぶ姿を見て、そのことは自然と忘れてしまったネバ。ママは安心してベンチで一人休むことにしたネバ。しばらくしてまゆかちゃんのところに戻ると、まゆかちゃんは滑り台でぐっすりお昼寝をしていたネバ。まゆか、起きなさい。ダメよ、こんなところで寝ちゃ。その時ママは一緒に遊んでいたお姉ちゃんがいないことに気がついたネバ。あれ、お姉ちゃんはどうしたの？ママ、起こさないでよ。今、ゆめちゃんのお家に行こうとしてたのに。ゆめちゃん、お家に帰っちゃったじゃん。ママは嫌な予感がしましたネバ。もしかして、ゆめちゃんはまゆかを夢の世界に連れて行こうとしていたのかも。すると次の瞬間。ママ、ゆめちゃんがね、今度はゆめちゃん家にお泊まりに来てって。そしたらずっと一緒にいられるよって。ギャー、夢の中の住人がわざわざ現実の世界まで迎えに来たネバ。みんなも夢の中のお友達には気をつけるネバよ。いつか夢の世界に連れて行かれちゃうかもしれないネバだから。見てくれてありがとうネバー。